でに大歓声に包まれています。エル・アルコラスへようこそ。実況は私西岡明彦、解説席には戦術と個の力を知的に読み取っ、コーナーキックを蹴った、狙った、見事なブロック、相手陣内でインターセプト、1点リードにできるか、ここはキーパー、これはあるか、クロスを味方に折り返します。先制ゴール、早い時間に得点を挙げました。スルーパスが味方に通る、前に進んでいます。ここはシュート、なぜかシュートが入りません。このシュート、マルティネス、相手にリードを許していますが、ここは急がずにボールを回っています。中央へクロスが渡る、ディフェンダーに跳ね返して入った、ディフェンダーがうまく読んでいました。弧を描くようなパスです。イブラヒモビッチ、これはハイ、ゴビ、アリクロス、見事なヘディングです。素晴らしいスルーパス、いいパスが出ました。打ってきた、シュートのコースを読んでいましたね。絶好のシュートチャンス、しっかりとしたディフェンス、モレッティ、ボールを回してチャンスを伺います。モレッティ、何を狙うのか、これはオフサイドです。チャンスでしたが、サイドへパスを出します。ボールは中の選手へ、クリアしました。スローインのミスですね。そのまま相手に渡しました。マイナスにいいボールだ。ギリギリのタイミングでのダイブだと分かっていますね。ねえ、ここでゴールを奪えば本当に大きいですからね。入れば決定的、絶好のチャンスでしたが、ボールを逆サイドへ振ります。スペースへのボール入るか、止めたが抑えられない。さあどうなる、試合終了のホイッスル。アウェーチームはこの一戦に敗北してしまいました。